もうね、半年ぶりなんでね、来たの。こんにちは、ヤンジピーです。埼玉県川越市ヘッツ川越に来ました。本日はカレータコへゲストサバゲーになっております。ニコニコ動画の時代からサバゲ動画を上げ続けているのは僕ら2人だけになってしまいましたね。地図です。敵がどこから攻めてくるのか、自分たちはどこに攻めればいいのか分かってません。本日最初のゲームです。無限復活戦フルオートありです。そうなんだ、コーティングとかが高いのかもしれないね。いやでもさ、走れない、無理、もう今行こうかと思ったけど無理だわと思って、やめとこう。いや行かない、やめとこう、もつれるからやめとこう。半年ぶりだからさ、できるつもりで行ってゴロゴロゴロって、もうありえるからさ。ありえる、ちょっと早歩きで行こう。ダッシャーはね、ワコードに任せよ、ワコードに任せよ。おー、すごい、逃がる。それです。ちなみに敵はどっからさ、向こうからしてんのかな。あ、砂漠側から来てんの。全面使ってんだ。それすらも分かってません。とても上手な人がいました。うい、先ほど上手い人がいたところに制圧射撃です。なんとかさっきのクソ野郎に一泡吹かせたいところです。今回ガンカメラのファイルが全部壊れていたので、ガンカメラ映像はなしです。杉田さん、後ろに着きますよ。上手い人がね、あの川越えた1枚目のバリケンの後ろでいて、はい、ヘッドショット一発食らいましたけど、その人まだずっとそこにいるわ。了解です。マグチェンジはロマンですね。はい、スタートブラッシュアルファです。
完全に狙われています。これだけ頭を出してるのに撃たれません。ぬまんぽきゅん楽しそうですね。了解です。索敵情報から敵の車線を切りながら前進します。一面排除。一面排除。キャットウラ一面排除。完全に狙われていますね。残りゲーム時間に1分半。じゃあこれで様子をつかんでおいてくださいね。次のゲームからはね、フラッシュセット。次のゲームからはフラッシュセットですね。僕の弾は手前の土のうに当たっています。さあゲーム時間はあと1分15秒。手前から銃だけ出てきてびっくりしています。ナイスナイスコール、ありがとうございます。6 5 4 3 2 1。怖っ。あさあ、ありがとうございます。ではフィールドアウトになりますので、弾抜けたんですね。びっくりした、手前から出てくると思わなくて。ここに一人いた。ちょっとびっくりした。ちょっとびっくりした。ここからはダイジェストです。うわ、走るねみんな、マジか。マジ走る走る走る。まだ当たられてないよ。クリアクリアクリア。右角クリアだよ、まだ大丈夫。味方はね、この手前に。赤だよ、赤赤赤赤です、赤です。うわ、黄色の人いた。うわ、びっくりした。ちょっと行きます。赤だよ、赤赤赤赤だよ、赤。了解です。エコーに一人だって。赤来ましたよ、赤。
お前人ヒット。わお、ごめんなさい。ヒットと表示。ヒット。あー、ごめんなさい。これの裏っすね。まだ敵いますよ。了解。この中いるそうです。エージェントかっこいい。かっこいいっすエージェント。あれ嘘。前方1名やっつけましたよ。できればね、その後ろにつきたいんだけど、ちょっと無理しないでいきます。1名排除しましたよ。了解です。残念、下がります。赤ですよ。左側だいぶ詰めてきます。かなり詰めてきてる。左側は一番前の人がやられちゃいました。5人いるって言ってた。5人、扇形に5人いるって言ってた。彼がずっと止めてくれた。多分攻めてきますよ、これから。あ、こっち結構味方いたんだね。オッケー。横っ腹を狙う作戦のようです。了解です。注意引きつけます。いかがでしたでしょうか。今回はね、普通の土曜日の定例会にゲストとしてカレーさんが来るみたいな形でやってたんですけど、普通にカレーさん主催の仕切りとかでも人数集まるんじゃないかなって感じがしましたよね。まあ、懐かしい面々とかにもこう久しぶりに何年ぶりとかに会えて、なかなかねいい機会でしたね。はい、この日はねめっちゃ暑かったんですけど、まあ、なんとか、たくさんね水分取ったりとか氷ガリガリかじったりとかして、まあ、なんとかやった感じですかね。はい、最後までご視聴ありがとうございます。この動画が少しでも楽しいと思っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画をお楽しみに。